はいはい、皆さんどうもごきげんよう、ひろきです。ここは JR 東日本の大宮駅新幹線ホームに来ております。いつものように新幹線が停車中。おお、来ましたね。延命措置によって今でも運転を続けている上越新幹線の貴重な2階建て新幹線 E4 やってきました。ピンク色の車体がとっても似合いますね。ここから今日は新幹線に乗車するんですが、こう新幹線といえばやっぱり上越新幹線、東北新幹線、 JR 東日本の上り新幹線に関してはそのほとんどが終点東京行きとなっているので、行き先表示にはしっかり東京行きの文字がしっかりと掲げられております。やってきたのは北陸新幹線ですね。いやー、いつ見てもかっこいい車体。この金色と青の色が本当に似合いますよね。新幹線といえばもうこちらご覧の通り東京行きが主流ですよね。朝間東京行きの文字がよく似合います。昔は上野始発の在来線特急朝間号っていうのがありましたが、それが新幹線に名称がしっかりと引き継がれております。こんな感じで新幹線は基本的には東京行きっていうのが主流ですね。東北新幹線も北陸新幹線も上越新幹線も東京行きなんですが、お前新幹線なのに東京駅行かないの？上野止まりなの？サボってんじゃねえよ。東京駅に南下する新幹線で東京に行かない新幹線っていうのは本当に珍しいですね。朝間674号上野行きがあります。上野行きの表示、朝間上野行きの表示は本当に懐かしい。これ皆さん、リバイバル在来線特急朝間号ですよ。上野行きの表示はなかなか見れません。今回はこの JR 東日本の新幹線の異端児、上り新幹線の上野行きに乗車していきたいと思います。今来たこの E2 系の新幹線、こいつはね東京行きです。しっかり東京まで行く、えらいしっかり働き者の新幹線。でもなんで東京行きじゃなくて上野行きの新幹線が設定されているのか。ちなみに言うと、定期列車で上野まで行く新幹線っていうのは平日の朝1本しか確か走ってなかったような気がします。次に乗車する上野行きの新幹線朝間674号はこれ長野から来た北陸新幹線なんですね。なので臨時列車という扱いになります。いやーすごい、この特急朝間号上野行きの表示。上野行きってなるとやっぱりね、寝台特急とか夜行列車の出発っていうのは上野東京ラインが開通する前、上野始発でしたんで、それを本当に思い出します。プルトレ好きの世代の僕からすると本当に思い入れのある終着駅であり始発駅であります。でこの東京行きの表示がねずらーっと並んでいる、もうほとんどが東京行きの表示。ただ朝の高崎始発の上越新幹線の上り新幹線だけ上野行きになっております。実際東京駅からは京葉線だったり、あとは東海道新幹線だったりとか、東京駅を起点とする路線もあるわけですから、だからね、上野を到着ってしてしまうとちょっと不便な気もしますが、さあさあ入線してまいりました。これが新幹線バージョンの朝間号、在来線が廃止になった後も新幹線として結んでいます。いや昔の名称を引き継いでくれて上野行きの行き先が見れて嬉しいですね。まあ、ただ在来線特急時代の朝間号、あの横川から軽井沢の薄い峠越えをしていた朝間号が運転していた時代、僕は生まれていませんので、気分は上野行きの在来線の朝間号に乗車している気分で短い旅を楽しみたいと思います。ただね、とはいえこの新しい E7 系の新幹線は新幹線の輝きっていう名称のイメージがとっても強いですね。北陸新幹線には輝き、白鷹、浅間の3つの種別が走っているんですけれど、白鷹の方は在来線の特急白鷹から取られ、浅間の方も在来線特急から取られているので、やっぱ輝きのイメージが強いです。浅間上野行きの表示、いやもうこの上野行きっていう表示が本当に懐かしいんですよね。昔のブルートレイン時代を思い出します。上野東京ラインとか開業した影響で、高崎線とか宇都宮線とかはそれまで上野行きがほとんどだったんですけれど、それがもうなくなってしまって少なくなりましたからね、上野行きっていう事態が。ちょっとナレーションでテンション上がっちゃいましたが、ここから大宮から上野までは一駅の旅、楽しみたいと思います。いろいろ表示とかを注目していると、やっぱ東京っていう普通の行き先と違うので面白いですね。上野駅の表示です。これ思ったんですけれど、僕の見間違いだったら申し訳ないんですけれど、この上野ですの表示、終着駅の東京の場合だと終着東京ですっていう表示になりませんでしたっけ。なんか上野ですの場合だと本来終着である東京ではないので、終着っていう表示がなされず上野行き、上野ですっていう表示になるんですかね。どうなんでしょう。まあとりあえずいいや。大宮駅をゆっくりと出発、もう18時1分出発の朝間号ですが、もうねこう日が短くなっているんですね。18時、夏であればこれまだ全然明るかったんですけれどね、電車に乗る時っていうのはその出発時刻、到着時刻って時刻を結構意識するので、こういう四季のね節目っていうのを感じることができます。今回も18時に乗車して、ああもうこんなに日が短くなったんだ、もう秋なんだなっていう景色を若干感じることができます。この新幹線は北陸新幹線のちょっと短い、そして各駅停車タイプの朝間号だったんですけれど、意外とね10
重積が人乗っててびっくりしましたね。毎度毎度のことながらコロナウイルスの影響で乗客が少ない中、これは臨時便だったので、おそらくこの時間帯の利用者、長野から東京にかけての上り列車の利用者が多いことを見込んで JR が臨時で増発させているってことなんですけれど、なんかあるのかな、この金曜日の夜って。でさあ、赤羽でこう反対側を走っていた湘南新宿ラインとかと合流をするんですね。赤羽っていうのは僕昔からなんか新幹線の停車駅だと小さい頃勘違いしていたんですよね。地図で見ると新幹線と在来線が思いっきり赤羽で被っているので、てっきり新幹線の停車駅は東京上の赤羽大宮だと思っていたんですが、全然違いましたね。新幹線はガンムシで赤羽を通過していきます。そして上野駅の新幹線を運転する理由なんですが、東京駅って4線しかホームがなくて、それで上越、東北、秋田、山形、北陸新幹線全部さばかないといけないので、その関係で臨時列車をすると東京駅に乗り入れすることがきつくなり、上野駅で折り返ししてそのまま車両センターに行かせているものかと思われます。より多くさばきたいという JR の意思ですね。まもなく終点上野です。山手線、京浜東北線、常磐線、地下鉄銀座線、地下鉄日比谷線、京成線は踊り替えです。いや、本当に懐かしいですね。上野駅、終点上野駅の音声が本当に懐かしく感じます。そう、上野駅でそのまま列車を折り返させることによって、東京駅に入線させる新幹線の本数を減らすことができます。よりスムーズに列車を運行することができるようになります。で、これ間もなく上野っていう表示が出ているんですけれど、これも僕の勘違いだったら申し訳ないんですけれど、東京駅の場合って間もなく終点東京っていう表示が出てたような気がするんですけれど、これだと多分上野の終点表記に対応していないのか、間もなく上野終点とは表記されていないんですね。まもなく終点上野です。22番線到着、お出口は右側です。お忘れ物をなさいませんよう、支度をしてお待ちください。北陸新幹線をご利用くださいましてありがとうございました。上野駅には上り新幹線の進行方向左側の一番端っこのホームに到着になります。上越、北陸、東北、山形、秋田とそれぞれに速達と、あと各駅タイプがあるんで、それぞれ全部東京駅でさばくのは無理ですよね。確かに。さあ、終点の上野駅に到着。上野発の夜行列車乗りてよ、もう一回乗らせてくれよ。上野に到着すると、東京駅まで行く方は反対ホームに来る東京駅の新幹線に乗車してくださいねとアナウンスがなされて、そこからね、東京に行く方も結構ちらほら見受けられました。ちなみにこちらは別日に撮影した東京駅の新幹線、もうすぐに東京駅に到着をいたします。上野行きの新幹線、駅の放送だったりとか、あとは行き先表示、なかなかに新鮮ですので、皆さんもぜひ乗車してみてください。それではありがとうございました。